広島東映、広島ルーブルは、広島市中区八丁堀の広島東映プラザビル8階に、かつて存在した、日本の映画館である。東映株式会社が経営、運営した、東映のプログラムピクチャーの前世紀だった1956年9月、直映館の広島東映劇場が開館。全国映画館録9 6 0によると1960年の、 広島市には52館の映画館があり、広島市の目抜き通りであるあよい通りには、最も多い時期で10館近くの映画館が存在した。鉄筋コンクリート造りの建物の4階に、広島東映劇場が、地下に、広島東映地下劇場が存在。広島東映劇場の座席数は1,110席、広島東映地下劇場の座席数は460席で、あり。 広島東映劇場は、東映作品を、広島東映地下劇場は洋画を上映していた。1980年時点では4階が、広島東映劇場、地下が、広島東映パラスという名称であり、広島東映劇場の座席数は718席、広島東映パラスの座席数は352席だった。同年の広島市には28館の映画館があった。 1990年代前半にはビルの老朽化による建て替えのため閉館。1995年10月には広島東映劇場ビル跡地に広島東映プラザビルがオープン。1階から7階に東急ハンズ広島店が入店し、8階に映画館の広島東映、広島ルーブルが開館した。改築後の第一作は蔵とマディソン郡の橋。 2005年には県内の尾道市などでロケが行われた男たちの山と大とが大ヒットを記録した。2008年時点で東映の直営館は東京を除けば本館のみだった。晩年は女性や年配者が客層の中心であり、相棒、劇場版絶体絶命。42.195km 東京ビッグシティマラソンや クライマーズハイがヒット作となった。2000年代には郊外型のシネマコンプレックスの影響により観客動員数が低迷したため、2009年11月13日をもって閉館。最後の作品は仏田祭、仏陀最短、さまよう派であった。広島東映劇場閉館後、広島市周辺の東映系作品上映は、広島バルト11に集約された。 2014年6月24日には、ジョハキューが高野橋で営業していたサロンシネマを9月中旬に広島東映、広島ルーブルが土地に移転させると報じられた。当初は移転に合わせて劇場名を変更する予定だったが、ファンの要望より名称変更を行わないことに決定し、9月20日に広島東映プラザビルに移転して開館した。広島東映、広島ルーブルは、 八丁堀にある、広島東映プラザビル八階に存在した。東映、ルーブル景館の広島東映プラザビルの地下1階には、大が無信頼の森、広島八丁堀店が、1階から7階には、東急ハンズ広島県、八階にサロンシネマ1.2が入居している。2階には、東急ハンズが運営するカフェ、ハンズカフェ広島がある。チケット売り場は1階であり。 専用のエレベーターで8階まで上がる。8階のロビーでは映画関連グッズを販売しており、マスコミ用のプレスシートも閲覧することができた。広島東映、広島ルーブルともにワンスロープ型の空間であり、どこからでも見やすいようにスクリーンは高い位置に設置されていた。広島東映、広島ルーブル閉館後、チケット売り場の跡地は信頼の森。 広島八丁堀店の景品交換所に転用された。広島東映の座席数は258席であり、主に東映の作品が上映された。広島ルーブルの座席数は178席であり、小畜、東急系の洋画の大作が上映された。広島ルーブルは、丸の内ルーブル系のチェーンだが、ドラゴンキングダムやココア版、シャネルなど、稀に、 丸の内ピカデリー1.23系の作品も上映することがあった。広島県内にある東映系のシネマコンプレックス。ありがとうございます。